こんばんは、クレバーです。今また毎週恒例のですね、東京タワーが消える瞬間を見まして、手動で消してる方、どうやって消してるのか、詳細を記したメールともに連絡くれというスーさんからの伝言です。さあ、 JWAVE ラジペディア、この番組は現代社会にあふれる正解のない疑問にフォーカス、リスナーの皆さんと一緒に考える番組です。交錯する様々な声をもとに楽しく生きるヒントを見つけていきましょう。ポーターと呼ばれる情報の運び屋が様々な疑問とネタを届けてくれます。クレバーがお送りしているラジ中、冒頭はですね、気になるニュースからお話ししたいと思うんですが、 Amazon で MP3 のダウンロード始まったんですね。それから Amazon で送料無料になりましたね、全品ね。僕はプライム会員なんで、あんまり関係ないんですが、まあ Amazon、熱帯雨林の方がどんどん減ってる一方なのにね、Amazon の勢力は拡大する一方だと。まあ、なんでこんな Amazon の話から始めたかというと、最近毎日、そうだな、まあ土日は普通の会社員の方と同じく休むようにはしてるんですが、ほぼ、まあ、毎日スタジオにいて、もう家とスタジオしか行ってないですよね。そうなってくるとやっぱ買い物、まあ服はちょっと買いに行ったりはするんですけど、さすがに。もうそうなってくるとやっぱ Amazon、俺のカード感じながら毎日生活してるかな、俺は。ということで、今夜のテーマを発表しましょう。何活してますか？ね。まあ皆さん生活してるのはもう間違いないんですよ。生活。だからその生活の中でも特に気合い入れてやってるよっていう、まあ今何とか活動多いですから、まあ部活の人もいるでしょう。でも明日部活早いから寝ちゃう人もいるでしょうよ。録画じゃない、録音してね、これを聞いてる人もいるでしょう。それからまあ何とか活動で、まあ、頑張ってる人もいるだろうし、何とか活動したいなという人もいると思いますんで、その辺をみんなで話し合っていければいいなと思っております。この番組は僕と皆さんのコール&レスポンスが肝なんで、何卒メールよろしくお願いします。僕のインプットになるようなメールよろしくお願いします。今夜も熱くいってみましょう。ではここで一曲、何やってるんですかね今ね。デズリーデフでした。生活ですね。 JWAVE ラジペディア、今夜はクレバがお送りしています。さてここで情報の運び屋ポーターさんをご紹介しましょう。今夜はこの方です。はい、こんばんは。今夜のポーター、メガネです。よろしくお願いします。メガネ萌えのね、彼も、今頃、ふわって言うじゃないですか。ラジオの前で深夜に規制を発するのやめてくださいね。メガネさん、なんか2時間になってから初ということで。そう、クレバさん初。そうですね、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、ここで改めて、今夜のテーマをお揃いします。お揃い？あ、お揃いって言ってました。あ、おさらいします。はい。何活してますか？そこから。パンさんだ。そこから。はい。クレバさん、これまでに、まあ、部活、就活、そして、婚活、うん、もはや定番の言葉となっておりますが、最近よくそういうホニャララ活動を略してホニャ活を耳にします、はい、で例えば恋を頑張る活動だと恋活だとか、うん、嫁になるための活動を嫁活って言ったり、嫁活嫁がやるもんじゃないんです。嫁になる前の人がはい、いい嫁になるための、はい、あとは褒める活動、褒め活など、うん、いろんなホニャ活が氾濫してるように思うんですけれども、はい、クレバさんは今何活中ですか？冒頭でも言いましたけど、やっぱ音活じゃないですか、はい、音楽活動じゃないですか。音活中ですね。音活中、はい、ということで、はい、メール紹介します。ラジオネーム知恵子賞、私はクリ活してます。おっと、いきなりの下ネタでしょうか。クリ活とは何でしょうか。これは何ですか。クリ活とはクリスマス活動です。チェ。もう11月ですものね。クリスマスまでにやらなきゃいけないことをリストアップして少しずつ行動に移していってます。クリスマスケーキの予約、ツリーの飾り付け、庭木のデコレーション、庭に木なんかあるんですね。プレゼントやカード選びなどなど。でも一番の難関は、彼氏の調達。少し前から気になっている友達の T 君と11月20日の横割りに行きます。
あ、なんだっけ、ビートコネクションかな、10時間近くスタンディングで密着していたら友達以上になれるかな。クレさん力を貸してください。ではまたメールします。知恵子賞、知恵子賞はもうラジ中3段ぐらいじゃないですか、下手したらね。繰り活してるということなんですが、クリスマスね、ね。というわけで今夜は何活してますかに関するメールを待っています。ラブを頑張っているならラブ活、美しさを追求しているなら美活、初の子一文字ですね、大体二文字活でしたからね、美活。あなたが今好きなことハマっていることをうまくホニャ活と名付けてメッセージを送ってください。まあ、さっきのラッチエコショーみたいですね、私は繰り活してますとかね、私は〇〇活ですと、まず言ってくれると嬉しいかなと思います。私クレバーを応援してくださるのはもう当然ということで、クレ活以外でぜひともお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。メッセージは PC 携帯の JWAVE サイト www.j-wave.co.jp からラジペディアを選んで送ってください。またメールアドレス radio@j-wave.co.jp までお願いします。ナイスなメッセージには新しくなったラジペディア特製新メモパッド、ラジパッド過去乗り付きをプレゼントします。どしどしメールくださいっていうか、もういっぱい来てます。ありがとうございます。 J-WAVE クレバのラジペディア、最後までお付き合いください。進化し続ける音楽革命家 MIA、3年ぶりの来日公演決定。 J-WAVE 主催 MIA、 2月11日祝日新木場スタジオコースト、2月12日土曜日 ZEPP 東京。 MIA、 お問い合わせはクリエイティブマン 03-3462-6969。 火曜日のミュージックワンダーランドを担当するアナミです。今夜のミュージックワンダーランドはバーチャルな放送でお送りする1時間、私と一緒に不思議な時間を過ごしてみませんか。まなみのミュージックワンダーランドは今夜2時から。今夜は肌襦袢は着てません。A helpful encyclopedia for your life on 81.3 Rajipedia。火曜の深夜、クレバがお送りするラジ中。今夜は何活してますかということをみんなと考えていきたいと思います。情報の運び屋、ポーターのメガネさんと一緒です。よろしくお願いします。お願いします。早速メール紹介したいですがね、今、ささっと読みましたけども、Today のメールはグッドですよ。ラジオネーム、さっさっさ。ルーキーですね。ラジ中ルーキー、さっさっさ。クレバさんこんばんは。今回のテーマ何活してますかですが、僕は、ダラ活中です。ダラ活、金ダラの鱗を一枚一枚剥がすの有名なダラ活ですか。僕はダラ活中です。活動とは言えないかもしれませんが、進路も決まったので学校でも家でもバイトでも常にダラダラしてます。いいですね。特に学校のダラダラなんてひどいです。朝来て寝て起きたら昼休みで、飯食って寝て起きたら帰りの掃除するから起きてって起こされて帰ります。いいですね、ダラ活、羨ましい。進路決まった時も最高だよね、あの学校。俺はこのために定期券を持ってるみたいな感じでね。とりあえず電車に乗り、好きなところで降りるみたいな。いいですね。さっさっさね、じゃあラジパッドあげましょうね。ダラ活いいですね。それからさっさっさに続いて、ね、来ました。これ連続技でしょうか、これかぶさ技でしょうか。ラジオネームゆゆゆ来ましたね、ルーキーさっさっさに対してゆゆゆ。いいですね。クレさん、メガネちゃんこんばんは。あ、ちゃん付けですね。僕もまだちゃん付けで呼んだことない、ね。私はオスカツしてます。オスカープロモーションに入るために必死に足を足の角質を落としているわけですね。違いますね。私はオス活してます。オスドリンクを飲み、酢の物を食べ、酸っぱい毎日を過ごしております。いいですね。おすすめは
お酢の水割りです。お風呂上がりの一杯は最高です。新陳代謝も良くなる気がするため、ぜひ、ぜひ試してみてください。東京駅にね、お酢のお店があってね、なんかこう、細長い、シャルター、一輪刺しみたいな瓶に入ってる、お酢がね、美味しいんですよ。そこの、お酢なんかジンジャーのやつがあって、それさぞ美味しかったですね。そこをゆうにもおすすめしたいと思います。それからですね、ラジオネーム、豆乳っち。豆乳っちは、まあ、初段なんかね、何度かお目にかかったことある。まあ、初段、かな、クレさんこんばんは。私が今、しようとしているのは、金活です。徳川家のね。そろそろ、見つかってもいいんじゃないかっていう。禁酒、禁煙、などの何かを禁止する活動です。タバコ税も上がり、ここが縁の切れ目。ここが縁の切れ目なんじゃないかし、縁の切れ目なんじゃないか。と、しみじみ感じていたり、この人は日本語で、句読点を打ちましょうね。体重の増加に伴い、減らしていかない目標の筋活。何言ってるんでしょうか。クレさんは筋活とかどう思いますか。いや、いいと思いますよ。僕もね、禁酒はしてないんですけど、酒、あんなに飲んでたのに、浴びるように、週に一回も飲まないですね。もう、酒飲みたいな。それかもう一個いいですか。ラジオネーム、エリマルも初段ぐらいかな。私は今、変活してます。変活ですよ。おはようございますみたいな。変な人になる活動ですね。違いますね。誕生日を間近に控えたこの時期になると、身の回りのものを変えたくなります。部屋の模様替えや、髪型や服のテイストなど、何かしらの変化を起こしたくなります。先日部屋の模様替えをし、間接照明を置いたりしたら、なんだかエロティックな絵になってしまいました。大学時代から伸ばし続けた腰まである超ロングヘアもバッサリと切ろうと思います。部屋だけでなく、自分自身からもエロさが適度に醸し出されるように変活頑張ります。いいですね。本当に変活じゃないですか、これ。エリマルにもラジパッてあげましょう。僕もね、T シャツマウンテンがこう、家にあるんですけど、T シャツマウンテンのこう、並びを変えてあげるっていう変化と、やりますよ。週に1回ぐらい。レギュラー、一軍をね、こう上の方に持ってきてあげる。で、たまに新しく買った服に合うようなとこ上に持ってくる。そういう変化をやって楽しんでおります。以上でございます。はい。ダラカツが来ましたね、結構ね。いいですね、ダラカツって。いいですね。なんかメール、たくさん本当みんないろんな活動をされてるっていうことなんですけれども、はい、まあ私もこう、世の中にどんな、ホニャカツがあるのか気になりまして、はい、今回は池袋の街で何カツしてますかということを。なぜ池袋をチョイスしたんですか。新しい街に行ってみたいなと思いまして。うん、相当古くからあると思いますが。あ、そうですね。結構巣鴨が多かったですからね、この火曜日、ね。第6、そうですね。新しい火曜日、新しい街、池袋で何カツしてますかを調査してきましたので、はい、こちらをお聞きください。はい。ユージです。ユージさんは今何活してますか。今雪活してます。雪活っていうのは何ですか。ボードとかスノボーとか。あー、雪山に行って戯れるみたいな活動。あ、そうですね。トキコです。今何活してますか。コケ活。コケ活って何ですか。街に生えてるコケを見るのが好きです。どれぐらい見てるんですか。あ、気になる時はすごい見ちゃうんですけど、まあちょっと感極まって持って帰ったりすることもあります。ラオウです。ラオウさん、はい、今何活してますか。トロ活してます。トロ活っていうのは。トロ活、トロンボン吹いてます。これ背負ってるの。はい、トロンボン。サキです。ミカです。今何活してますか。熊活です。クマカツというのは今このなんか持ってるクマのぬいぐるみ。もちろんそうです。え、このぬいぐるみは何者なんですか。この子はユーリくんです。ユーリくん、この子実は生きてるので、お洋服を選びに今日は行ってきたんですね。あ、ユーリくん生きてるんですか。なんか喋ってますね。腹減った。今何カツされてますか。ジェルカツをしてますね。ジェルカツ。ジェル活ってのはどういうものなんですか。エンジェル活動と言いまして、
ずっとエンジェルで居続けるという活動なんです。テラさんが。エンジェルで居続けるってどういうことですか？僕今30歳でこの間エンジェルになったばっかりなんですけれども、まあ、エンジェルって男性、女性、男性経験じゃない、女性経験がないってことなんですけれども。ミサを守り通している。そうですね、ミサを、はい。フェロモンをこう、吹っかけられるようなことがあっても、かたくなに拒否し続けるという、昔の武士みたいな活動ですね。何をいいように。まあ、40、50ぐらいまでも、いっそのことをずっとエンジェルで居続けようかなって思う活動ですね。応援してます。突然な雑踏が消えたんでね。なんか、おかしいなと思ったんですよ。出てきましたね。仲良しの。まあ、同級生なんですけど、はい、まあ、どうしてもちょっと出たいって。ふざけんじゃねって。クレバさん。今聞いてんのかな？聞いてるんですかね？ふざけんじゃねって。エンジェルになって挨拶をしたいということで、すいません、急遽。どうもなんか確かにちょっとなんか声がワントーン綺麗になりました、ね。そう。30歳に。なんか、になったハンドベルノとか聞こえてきました。みんなでもうまいことなんか雪かつとか、うまいことこにゃかつ。そうですね。なんか興味あるの何ですかっていうのと、まあ何かつしてますかって聞いたら、こううまく。うまいこと言いますね。整えてくれて、そうなんですよ。メガネさんは何かつしてるんですか？私はですね、はい、酒かつです。酒かつだ。なるほどね、はい。ちょっとでも、一瞬ね、お聞き苦しいところがちょっとあったかもしれませんけども、インタビューに放送しちゃいけないような、はい、ああ、これ、ゆりくん。方々をね、まあ、生きてる。まあね、そうですよね。お洋服を買いに来たそう。完全に値札ついてますよね。いや、それ迷子札なんだ。あ、そうですか、迷子札ですよね。そうだ、いけない、俺がいけない、俺の心が、俺がいけない。そうですね、ちょっとマニアックな、世界が見えた感じでした、ね、はい、ちょっと曲いきたいと思います。何活と言われればですね、ラブ活という番組がありましてね、その番組で依頼されて曲作った曲なんですけども、今ではそんなことも忘れて、僕の代表的な曲にもなっています。クレバでアグレッシブ聴いてください。
俺の悩みまだ始めてまだ弾けて味気ねえ毎日には拒否健康し楽しい毎日ご機嫌よいただきますおはようございますちゃんと言えるよう許可書を出します俺から俺へ発言権なんていい気持ちまるであるべて Yo アグレッシブアグレッシブお送りしたのはクレバでアグレッシブでした。さあメール続々来てるんでね、ちょっと紹介してみたいなと思いますが、定番から言ってみましょうかね、活動のね。ラジオネームホッシー。僕は朝活をしています。浅香光代の真似をね必死でやり続けることで有名な朝活なんですけれども違う、休みの日の朝は早く起き散歩をする習慣にしています。秋の空気はとても澄んでいて、散歩しているだけでリフレッシュできます。それに早い時間に家事を済ませてしまえば残りの時間を有効に使えるし、休みがより充実します。クレバさんは朝早く起きる習慣もありますか？追伸、熊井さん優勝おめでとうございます。ほほー、朝早く起きる習慣ないかな。最近はね、8時40分ぐらいですかね。8時40分かな。だいたい。熊井さん優勝おめでとうございますってありますけど、クレバ.biz、クレバ .biz のあの例の画面からですね、熊井五郎が NPC を実際に演奏してるあの動画アップしてますんで、ぜひともチェックしてほしいなと思います。熊活ね。さっき熊活のしていましたけども、熊こちの熊も活動してますから。ぜひともチェックしてみてください。朝ね、僕も一時期散歩してたんですけど、腰悪くしちゃってね、やらなくなっちゃった。またちょっとやりたいなと。ちょっとそろそろ、今ね、一番運動不足がね、ストレスの原因なんじゃないかなと思ってますから、ちょっとやってみたいなと思ってますよ。朝にね。それから、ラジオネーム、武田じゃちょっと、ルーキーかな？武田、メイビールーキー。僕は、まさに昨日から、育活を始めました。生稲晃子追いかける、育活ね。育活。育成活動略して育活。何を育てているかというと、大麦とキノコなんです。今日メガネちゃんの T シャツにですね、ちょっと怪しいキノコが、怪しいキノコのアップリケがついてるんですけども。誕生日プレゼントとして友人から育成キットをもらったのですが、正直言ってあまり興味なかったんです。しかし、いざ大麦の種を植えて、キノコの菌を培養するブロックなるものをセットすると、だんだん愛着が湧いてきて、今では発芽がものすごく楽しみで、学校にいても気になるんです。キノコは3週間ほど、大麦は40日ほどで収穫できるらしいので、大事に大事に育てたいと思いますと。はは、さっきクマの話が出たんで思い出したんですけど、クマイゴロウがですね、誕生日に、まあ、なんかいろんなものくれるじゃないですか、みんな。なんか、枝豆育成キットっていうのをくれましたね。どっか行っちゃった。ごめんね。